はい、どうもこんにちは、ひでひとさんです。今日はですね、お店で、まあ、ツイッターとか見てる人はなんとなく情報入ってきてると方もいるとは思うんですけど、A1 グランプリと B1 グランプリっていうのをやってまして、何かっていうとダーツライブレーティングで A フライト以上のシングルストーナメントと、BB フライト以下のシングルストーナメントを同時に開催してるんですけど、フライト分けてのシングルスのトーナメントですね。のこれは準決勝の、ゆいちゃん対ダムちゃん、この2人、パンプイットチャンネル見てる人は見たことあるんじゃないでしょうか。2人ともスクールに出てくれてた2人ですね。2人ともね、ちょっと仕事の関係とかでちょっと練習がこの夏、まあ、コロナの影響ですね、どうしても2人とも職場でね、そういう外出とかやっぱできないとかそういうのがあって、なかなか練習の時間が取れてなくて、2人ともちょっとこの夏練習、春から夏にかけて練習が足りなかったですね。最近またちょこちょこ練習量増えてきてるとは思うんですけど、ちょっと練習足りなかった。でも、予選勝ち抜いて、予選じゃなかった、決勝トーナメント1回戦勝っての準決勝なんで、2人ともまあ勝負強さっていうのはついてきてるんですかね、勝ち上がってきてるんで、まあ周りもちょっとガヤガヤしてて聞きづらいところとかもあるかもしれないんですけど、この2人も楽しみながらやってますね、イエーって言いながら、そういう感じで、まあ多分2人とも結構緊張してたと思うんですよ。終わった後なんか手触れてたとか言ってたんで、まあ、緊張を紛らわすためにハイテンションになってるのか、それとももともとこういうノリで試合に挑んでるのか、まあ、どっちにしても2人とも試合経験少なくて、勝ち上がったっていう経験も多分少ないと思うんで、多分緊張して、もうゆいちゃんの顔とかは投げてる時とかはもうめっちゃ硬いですよね、真剣で、真剣な表情です。普段なかなか見れない表情ですね。でダムちゃんの方は、まあ、ワンブルーキープしてる感じで、投げ方も柔らかく、ちゃんと、パンプイットの新しい今年のデザインの T シャツを着てきてくれてますね。ちゃんとカメラに映るのが分かってたのか。試合の内容は B1 の方はですね、50クリケット50、50はオープンイン、オープンアウトです。シングルアウト OK です。お互いまだまだ硬い中、ダムちゃんの方が削りが早いですね。もう上がり目出てますね、151残り。あとはこっからなるべく早めのラウンドで追いつかれる前に上がってしまいたい。おー、ワンブルー入って残り75、ゆいちゃんの方が276、上がり目出すことができるのか。外れた。ちょっとやっぱこうフォームも荒い感じしますもんね、力入ってる感じで、荒い感じに見えちゃってると思うんですよ。多分そういうのでやっぱ制裁を欠くというか、グルーピングもあんまり良くない感じかね。まあ、ダムちゃんはしっかりアレンジして50の子、次のラウンドでしっかり上がれるかどうかですね。でゆいちゃんが、おっと、2本連続ブルーの、詰めてきた。ここで上がり目を出して点差を詰めてきた。ダムちゃん50の子、おっと、嫉妬、緊張したのかな、ちょっと嫉妬しましたね。お、でもラッキー、30の子だから15ダブルが入らない。15の子、ゆいちゃんが139残り。でもいいですよね、お互いで惜しい惜しいって言い合ってるんで、ダムちゃんもね、ゆいちゃんがトーン出したとき、惜しいって、ハット出そうで惜しいって言ってたし、ゆいちゃんの方も、ちゃんとしっかり惜しいって、お互いを称えながらやってる感じがいいですね。おっと、残り9、9シングル。おー、11トリプルバースト。ゆいちゃんが119、ワンチャンある。
上がれるのかな。タムちゃんちょっとうなだれてますね、端っこで。115もう97グルーピングしてるんですけどね。じゃあのトン出したぐらいから少し柔らかくなってきたのかな。さあタムちゃん残り15シングルでしっかり、おっと13の子、おっとまた9の子、再び9の子、ドア12ダブル、悔しい悔しい悔しい。ありますねシングル、普段ちゃんと入るのに。もうシングルアウトはね難しいんですよ、難しい、ほんと狙って手元が来る、なんとなく投げれば入るんだけど狙っちゃうと。あーここはしっかりタムちゃんが15シングルを4度目の正直かなで上がりました。スタッツ見える前にチェンジしちゃいましたね。で続きまして負け戦で先行ゆいちゃん先行でクリケットですね。ちょっと画面がね光ってて見づらいんですけど、でもしっかりグルーピングしてるんですよね。ラッキーですねダブル入りました。まあこういうこともよくありますね、でも縦ラインがしっかり合ってるんでダブルに入る、拾ってくれるっていうことが起きますね。で1ラウンド目にタムちゃん4マークで、まあゆいちゃん先行で3マークで、1ラウンド目にポジションというかナンバーをしっかり自分の陣地を取っとくっていうのは大事です。ここ1マーク2マークじゃなくてちゃんと自分の陣地を確保しとくっていうのは1ラウンド目すごく重要なんで、もう加点トリプルトリプルってまあ狙うのも大事なんですけど、やっぱり陣地を確保できる3マークキープするっていうのがすごく大事ですね。でタムちゃんはトリプル絡んで4マーク、大きく点差開きましたね。おっとダブル、ダブルで応戦、ゆいちゃんはダブルで応戦でしっかりオーバー、4マーク、4マークの4マーク返し、いい試合してますね。19で19と20の点数の取り合い、タムちゃんオーバーしてからのクローズトライするか、いかないで2マークでしっかり加点。まあ、2人ともレーティングはねまだ6ぐらい、だいたい6ぐらい、同じぐらいにしてはすごいいいスタートだと思いますよ。ゆいちゃんの投げ方もゆっくり柔らかくなってきて、さっきの01よりはだいぶ柔らかくなってますね。ダムちゃんは相変わらず柔らかい、いい投げ方。おクローズトライからのしっかり3本でクローズできるか、あ弾かれた、で加点に戻ったけど入らない。ここしっかり加点したかったですね。まあ、次が1マークでオーバーされちゃうんでクローズまで行かれるか、クローズ行くか、ちらっと上を見てたが、おクローズトライ、戻らずクローズ2マーク、まあいいんじゃないですかね。そのトップのレベルの人とかだと本当5マーク当たり前に打つとかそういう計算でいくんですけど、この1本1本しっかり入れていくっていうのは大事だと思いますよ。このレーティング6ぐらいとかそういう B フライト、ダブル B フライト、 A フライト以下、 A フライトでもかな、うん、1本1本しっかり入れて相手にプレッシャーかけていく、自分のゲーム進めていくっていうのは、まあ、その間にダムちゃんがねしっかりクローズしてオーバーして、でここ17攻めてどうなるか、19に戻る、うん、ちゃんと攻めれてますね。攻め方としてはその17オープン失敗してた、失敗したけど19に戻る、うん、ちゃんと組み立てができてますよね。その一つのナンバーに固執しないでこうちゃんとしっかり自分の加点に戻る、そうやって組み立てていくとこう落ち着いたゲーム、内容も落ち着く、心も落ち着くみたいな感じで、今みたいに17しっかりオープンできるとか。でもゆいちゃんも
ダムちゃんが開けてるところを2マーク2マークしてるんで、いつでも逆転できちゃうよみたいな感じですね。ゆいちゃんキープできてないかな今んとこ、2マーク2マークでもこれいつでも逆転できる感じですからね。ダムちゃんここで18に行く、開けたかった。18開けてたら結構差は開いたけど、ゆいちゃんはワンチャンある。トリプルしっかり入れる、こういうとこ強いな。クローズ19、しっかりクローズ、これはいいプレーですね。うん、ダムちゃんが18をミスったところ、あそこ18いかないで19に戻ってたりとかすると今の形にはなっていない。そこの隙をちゃんとダムちゃんが18に行ってオープンしたかったところをオープンできなかった、それをそのミスをしっかりと隙をついてゆいちゃんが攻めましたね。でダムちゃんも16を開けたけどゆいちゃんに締められた。1ラウンドで締めれるっていうのは大きいです。このレベルで1ラウンドで締めれるっていうのは大きい。1ラウンドで開ける、1ラウンドで締める、まあそれやってればきっちりやってれば3くらいは打てるんで、多分レーティング6ぐらいで3打ったら結構嬉しいぐらいの数字だと思うんで、15をしっかりオープン、18入ってからあれがきっかけだったのか、18、16、15とすんなりいきましたよね。やっぱり流れとか自分の中の流れ、このワッショイっていうのは何なんだろう。この2人ともワッショイワッショイって言ってるんだけど流行ってんだろうね。そのね、ゲームの中で自分に流れを持ってくる。うわー、しっかり自分でびっくりしてる、自分でびっくりしてる。うん、ゲームの中でね、多分無意識だと思うんですけど、しっかり自分で流れを掴むことができてるね。流れ掴もうと思って結構ミスるんですけど、しっかりと流れを掴め、引き戻す、自分の流れに持っていくっていうことができてましたね。そのきっかけが18のトリプルだったと思いますね。で3レグ目の決めるコークですけど、2人ともブルに入ってました。その前のラウンドもダムちゃん2本インナーアウター、ゆいちゃんもインナーアウターインナーで入って、このレーティング6の試合にしてはいい試合してますね。ブルーもしっかり入って、うん、いい試合っていうかいい戦いをしてますよ。内容もね、しっかり攻めるところ攻めるとかね、もう硬い、最初緊張して硬いで落ち着いてる、その差がちょっとダムちゃんの方が有利っていうか、でゆいちゃんの方がちょっと緊張してて入らなかった、グルーピングはするんだけど入らなかった。だけどクリケで挽回してからの、ナイスハットじゃないですかね。しっかりと最初の0-1のミスを取り戻してクリケを取って、この0-1スタートダッシュ成功みたいな感じじゃないですか。もう落ち着いて投げれてる感じなのかな。グルーピングしっかり飛んでグルーピングもしてる。惜しい。ダムちゃんがちょっとスタート遅れてるけど、まあまあまだ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 いけるよ。どうですか、惜しい。入らない、ダイグレッスって言ってますね。グルービングはいいんだよね、ほんのちょっとが難しい。でゆいちゃんはもうこのラウンドでトーンを出せば上がり目が出せるが、どうでしょう。ワンブルか、惜しい。182の子
これをね、いかに最短のラウンドで上がれるかっていうのを考えて、まあ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 、でもまだ難しいかな。まだブルー入れることが精一杯。ダムちゃん飛んで応戦、残りダムちゃんが293、約100点差。まだわからないですよ。おっと、ブルーで132、しっかりブルー、おー、飛んで70の子。まあ入ってますね。あ、ダムちゃんワンブル入れたい。ナイス、上がり目出てないけど、なんとか次で上がり目作れるかだ。おっと、しっかりブルーを入れて20の子と、ちょっと手元が、あー、ナイスです。みんな見てましたね。しっかり静かになってました、店の中も。B1 準決勝、ゆいちゃん86打ってた。うわ、すごいね。2対1でゆいちゃんの勝ちですね。まあ、試合の内容としてはすごく良かったですよね。レディング6同士の試合 には思えないような、本当攻め方だったりとかスタッツだったりは、すごいいい試合だったと思いますよ。でね、これあと準決勝でしょ、あと A1 の方のまあ1試合と B1 の決勝を、また動画上げていきますので、ぜひご覧ください。B1 準決勝、ゆいちゃん対ダムちゃんでした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てねー。